時アラサー女せんちゃんです。今日はですね、念願の土地函館に来ております。土方歳三様が大好きな私にとってはもうずっと来たかった土地であります。そんな北海道旅行がやっと叶いました。今回の旅はね、1泊2日なので、まずは1日目の様子をご覧ください。どうぞ。ここでね、ソフトクリームを食べてきます。残念、牛。でもあそこに牛がいる。かわいい。あっ、牛だ。かわいい。食べてる何か。わあ、北海道感あるな。どうやってやるんだろう。人差し指、中指。ちょっとやってみます。お、ちょっとうまいかも。はい、やっとね、土方さんに会えました。嬉しい。中を見てきます。わあ、土方さんやっと来れたわ。こちらですね、写真の掲載許可を得たので、写真のみ載せさせていただきます。まさに四方八方土方さんに囲まれる多孔空間、幕末の貴重な資料が展示されています。この涼しい目に惹かれたんだよな。かの有名な野定の展示も行っています。こちらでは土方歳三の生涯をオリジナル映像で上映しているので、土方歳三ファンの皆様、ぜひお越しください。はい、ようやくね、土方さんのね、ロマン感に来れました。これ。やっと来れたー。すごい嬉しい。もうなんかもう感極まっちゃってそう。函館に来てよかったと思ってます。ここからはね、そう、海が見えるのよ。あー、気持ちのいい場所です。土方歳三、ああ、やっと会えたよ。ああ。これがかの有名なラッキーピエロ。そして隣は長谷川ストア。焼き鳥弁当が有名だそうです。これ、市場に向かいます。おお、イカや。できなかった。おお昼ご飯は寿司の千章さんへ。なんと朝6時からやっているそうです。朝寿司が楽しめちゃいますね。函館の海鮮を堪能したいので本日おすすめのものを出してもらうことにしました。回らないお寿司屋さんなんてなかなか来れないのですっごく嬉しかったです。まずは卵から出てきまして、こちらはシシャモ、ホッケ、キンキ、刺身で食べたことのないお魚も出てきてびっくり。どれも美味しくて感動しちゃいました。その中でも最高だったのがこのすじこ。今まで食べてきたすじこと全然違う。普段はねあんまり好んですじこを頼まないんだけど、函館に来たら必ず食べたい一品となりました。このウニも見てください。口の中でとろけて震えました。旨味がギュッと濃縮していてまろやかにとろけるウニが最高でした。その後も美味しいものが続き、美味しそう。まだ動いてるな。すごい。あ、動いてる動いてる。うわー、すごい。動いた。あ、動いてる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 。函館の海鮮に感謝。ごちそうさまでした。そして本日泊まるのは LC 五稜郭ホテル。名前の通り五稜郭に近いホテルです。土方歳三ファンとしてはとても熱い。駐車場もあるので北海道ツーリングの時にも使えそうです。こちらの LC 五稜郭ホテルはですね、とっても新しくておしゃれなサウナとビアガーデンがおすすめのポイントです。私と同じく土方歳三の聖地巡礼をしたいって方、ぜひぜひここに泊まってみてください。ということでまずはね、大目玉のねサウナに行ってきたいと思います。行ってきます。はい、サウナに来ました。すっごい涼しい。今急いできたからこんな格好だけど、今から着替えます。シーブリーズも置いてあるし、アメニティもめちゃめちゃ充実してますね。でも今さ、結構観光でいろいろ回ってきたので疲労感があるんですよ。そんな疲労をあちらのサウナで癒すというわけです。ロッカーもすごくこうモダンな感じでクールですね。ここにもロッカーがありますね。わ、めちゃめちゃ綺麗なサウナ。これが冷水。あ、冷た。で、これが常温。あ、これだったら全然入れる。これだったら全然入るでしょ。気持ちいい。ちょっと体を冷やしてからサウナに入りたいと思います。冷やすのはそっちの方がいいでしょう。おー、暗い。うわっ、あったかい。多分上の方に行くにつれてどんどん温度が上がっていくスタイル。あ、でもすごい木のいい香りがする。暑いけど、ただ今水に入ってきたからちょっとはこうどうにか入れてる状態です。暑い。汗なのかな、なんかもう水なのかわかんないような状態ですよ。一回また水に行きましょう。あ、さっきよりはマシ。あ、これ整ってんのかな。これめちゃめちゃ冷たいけど、サウナ初心者の人はそれこそこの、あ、全然なんかお湯に感じる。あ、気持ちいい。これは気持ちすぎる。これがあったんで、これをね引けばお尻がやけどせずに済む。ちょっともう一回やってみます。いきます。お、あ、楽楽楽。なんかさっきよりもちょっと楽な感じがするかも。うん、はあ、いい感じ。顔が汗だくでびっしょびしょになってる。メイクとかそういうのはもうほぼ取れてしまっている。暑すぎる。このサウナってちょっとミスト、あ、ローリなんだ。オートローリって書いてある。確か10分ごとにオートローリされるってことで、すっごいもうミストというか湿度がめちゃめちゃ高めのサウナ。あ、気持ちいい。わあ、なんか始まった始まった。ここでオートでロールしてくれるっていう。もう汗がすっごいのわかります？汗ですよね、これ。これちょっと汗がこんな感じで、すっごい汗かいてる。やばい。暑い。こんな感じでシャワーブースもたくさんあります。あ、鏡もあるわ。鏡もあります。こんな感じでイエイ。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープもありますので、ここですっきりと汗を流してください。これがいいよ、本当に。この常温のお水がね、本当にね、ちょうどいいお水。冷水きついなーって人はね、常温で。こっち冷たい、やっぱり。あんなところにお水飲むところがあるわ。氷もあるのかな、もしかして。あ、氷もあるわ。これは便利でしょう。こんな感じでサウナの全貌です。とにかくここね、さっき入ったんですけど、かなりね、雰囲気がいい。明かりがさ、ムーディーな感じなんですよ。こんな感じで、リラックスできる明かりになってます。間接照明がいいですね。はい、今度はプライベートサウナです。プライベートサウナに来ました。イエーイ。プライベートサウナはこんな感じで洗面台が2つありますね。え、なにこれめっちゃデカバケツ。よいしょ。あ、いい感じの広さ。ここがロウリュだ。ああ、なるほど。アロマオイルだ。すっきりということでペパーミントにします。おお、一気に熱くなってきた。一気に暑い。ここ今閉めたのでめちゃめちゃ暑くなりましたよ。わ、え、あ、予想以上にヨギボー多い。あ、でテレビも見れるわけだ。ここね、整った後のサウナ後の休憩スペース。よいしょ。あ、あ、これ家に欲しいな。あ、こんななんだ。めちゃめちゃフィットするわ。すごい気持ちいい。はい、サウナから戻ってきたのでルームツアーをしていきたいと思います。ゆったりタイムの始まりです。お部屋の中はですね、こんな感じでね、かなり広めです。入り口から入って左手にはこちらお風呂ですね。私の歯磨きの跡がこんな感じでバスルームとなっております。アメニティセットもあります。お風呂も広々だ。私はね、お風呂にね、浸かりたいタイプなので、これはすごくありがたい。そしてハンガーもたくさんかけられます。おー、おしゃれな雰囲気だなあ。めちゃめちゃおしゃれな時計。あ、活かしてますね。 USB2 個にコンセント1つ、ありがたい。そしてベッドの横には大きめのソファーがあります。景色はどんな感じかな。さあ、はい、函館の街並みでございます。電話、ティッシュ、ケトル、水、テレビ。こういうタイプの部屋着好きだわ。ズボンと分かれてるセパレートタイプだ。これすごく良い。空気清浄機もあります。冷蔵庫、よいしょ。もう冷えてる。あ、涼しい。このマグカップかわいいな。 LC 五稜郭ホテル。これ気になってたやつ。何なのこれ。ポンポンブレンド。南国の果物を思わせる華やかなフレーバー。あー、やっと函館に来たって感じします。カニが乗ってる。え、ここだけ定休日。え、そんなバカなまさかの来たけどやってないらしいこちらのビアガーデンは9月9日土曜日まで行っているそうで、開放的な屋上で美味しい料理とお酒を楽しむことができます。飲み放題コースもありました。函館に乾杯。まずはお野菜から焼いていきます。五稜郭タワーだけではなく、函館山も見えるのがとってもいい。ここで海鮮の登場です。やっぱり北海道といえば海鮮ですよね。それにしてもいいなぁ、この雰囲気。そして実はジンギスカン初めてなんです。初ジンギスカンが函館でよかった。臭みもなくて熱々の最高ジンギスカンでした。編集している今も思い出してお腹が鳴っちゃいました。そして見てください、この映え空間を。めちゃめちゃいい雰囲気でしょ。私もね、隣のテーブルの人と盛り上がったりして、すごく楽しい時間を過ごせました。こういうね、地元の人との関わりも旅の醍醐味だなぁとしみじみ思います。その後は近くのお店で地元の人と飲み歩き、LC 館が何か所かあるので、そこに入ってるお店を巡ってみました。地元の人おすすめの料理は間違いありません。一人でね、北海道まで来たけど、現地では温かい人たちに迎えられて最高の思い出ができました。函館の皆様、本当にありがとうございます。これなんだけど、さっき行ってきたとこはこのね、LC グループが持ってるビルに入ってるお店なんだよね。こんなにあるんだね。すごいね。明日はこのね、五稜郭タワーと函館山に行きたいと思います。皆さん楽しみにしていてください。本日泊まっているのはこちら LC 五稜郭ホテルでございます。五稜郭が近いっていうのはね、土方歳三ファンとしてはとても嬉しいことであります。なので明日はここを拠点に五稜郭タワー、そして五稜郭、函館山に念願の函館旅を終了とさせていただきます。2日目もね、内容もりもりですのでね、次の動画も楽しみにしていただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。では次回は函館2日目楽しみにしていてください。せんちゃんでした。バイバイ。